もこんにちは、ラズダ TV のベアンです。ゆかです。さあ今回はですね、出雲市平田町をドライブしていきたいなと思います。平田町鳥取島根ダイハツさんとのコラボ企画第10弾ということで、もう10弾ですよ。記念すべき10ですね。記念すべき10弾ということでね。いや嬉しい、ありがとうございます。はい、今回はこのダイハツさんのですね、パンとカスタムをちょっとお借りしてね、平田町内をゆっくりね、ちょっとスポット寄ったりとかしてドライブしていきたいなと思います。ゆかさんはあの平田町内とか来ることあるんですか？はい、いやね、なかなか来ることがないですね。出雲大社は結構行く方だと思うんですけど、うん、平田ピンスポットでこうバンと来ないですね。明暗さん、運転のしやすさはどうですか？視点が高いというかさ、うんうん、であと広いから、あ、そう確かにこう運転しやすいなと思うね、やっぱり。うん、まあ、窓が大きいから、うん、結構視界は広いかもしれないですね。ね、うん、相変わらず本当に。であと天井が高くて開放感があるっていうのが、うん、分かります、ね、全然圧迫感がないんですよ。圧迫感ないですね、むしろ開放的でおしゃれ。あ、ここが平田駅ね。これが、うん、平田駅。なんか新しくないですか？新しい、うん、バタ電ね、ここだいたいいつもこうやって、あ、止まってる、止まっててね、オレンジ色の。ゆかさんが前回、うん、あの絶賛してたこのこれ、ね、ドリンクホルダーね。私ね、タンクカスタムを知ってから、うんうん、うわこれ結構大きいなと思って、ま、普通丸いもんね。そう、丸くて入らないし、うんうん、で下についてるこういうドリンクホルダーにも入らないから、うんうん、ワイドスライドドア、あ、だっけ、ワイドスライドドア、ワイドスライドドアなんで、うんうん、ね、乗り降りが楽ちんで、ファミリーにも結構使いやすいんじゃないかな。そうですよね、ファミリーの皆さんも結構ね。見てください、これがね、ゆかさん、何これ、ビバですよ、ビバ。ビバってショッピングセンター、ビバ、もうここはね、もう平田町民の皆さんのね、もう定番のお買い物スポット。ビバ昔からあるんですか？ビバって昔からあるね、やっぱ平田と。平田で買い物といえばビバなんですか？ビバでしょ。平田のお家って結構古いお家と新しいお家の、うん、あ、そうそう、差が激しいですね。なんかね、結構エリアによって、うん、なんかすごい風情のある通りと、うんうん、なんか新しい家が並んでるところ、うん、で結構 なんかいい意味でギャップがあって、ね、平田に来たらやっぱ、うん、外せないスポットということで、ちょっと1軒目はね、あのサボりスポットあ、でもね、サボりスポットでもなるよ、ここ。本当ですか？本当に。あ、はい、じゃあこちらですね、ゆかさん、あたごさん公園に今日は来ています。あたごさん公園、普段はこういうふうに動物がね、はあ、こう、いるんですよ。いっぱいいますね。そう、アヒル、コハクチョウ、あれは、あ、アヒルじゃなくてコハクチョウなんだ。コハクチョウ、これ、うわー、ロバ、ロバですね、これ。ロバなんてなかなか見る機会ないからね。すごい、近くまで来てくれた。近い。やっほー。でもこっちに近寄ってきてくれるってことはかなり人間慣れしてますね。ご飯があげれるんですか？あの餌やりもあるらしいですよ。ほら、あー、中につぶつぶが入ってる。あ、ほらほら、はい、すっげー、こんな感じで。おー、ほらほら、めっちゃ食べる、めっちゃ。あ、ほらほらほら、女の子、あ、ミルクとドラミーちゃんなんですね。怖い怖いお母さん、私このヤギの目って怖くて苦手なんですよ。どこ見てるかわかんないですよね。ちょっと、じゃあこの子にも怖いな。なんか目の前で餌あげるのって楽しいですよね。なかなかないでしょ、ゆかさん、こうやってゆっくり公園をさ、うん、散歩するなんてないですね。あ、展望台もあるんですね。展望台があってね、景色がかなりいいらしいですよ、ここは。上がれるんです ね。展望台こっちですね。こっちか、うん、あ、こんな整備されてるんだったら登りやすいな。ここか。すごい、
すごいですね。すごいですね。綺麗。うわあ。綺麗に見える。結構。すごい。うわあ、本当すごい綺麗。綺麗だよ。うん。君主になった気分になりますね。おお。うん。統一、ね、統一するような感じで。うん、統一。したんじゃないかと思いますね。もうやっぱよく言いますよね。この町は俺のもんだけど。君あのプロをやろう。庶民が水と呼んでるやつだ。見た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 。だからね、いいよねやっぱり。へえ、これが平田駅か。レトロでいい感じだよね。これが一畑電車だよ、ほら。あ、本当だ。たまにはカップルでさ、バタ電乗って電車デートするのもいいかもね。あー、いいかもね。ここは動物園？いや、ここね、公園、愛宕山公園。あ、公園なんだ。展望台からの景色がめちゃくちゃいいんだよ。カップルでデートとかに来たらさ、きっと女性も喜ぶと思うんだよね。そうなんだ。ここ曲がると、あ、木綿街道。昔の雰囲気が残ってて素敵。友達とランチついでに行きたいな。友達もいいけどさ、カップルできたらさ、大人のデートっぽくていいっていうね。なんでカップルにこだわるの？え、そう？よかれと思って。でもちょっと止めて。よかれと思って。止めて。いやいや、もう降りるわ。ちょっと。バタ電で帰るわ、やめて、私。やめて、ちょっと。ごめん。行くから。ごめん。いや、もうなんかやだ。行こう。もう気持ち悪い。いやいや、降ろすじゃん、いいじゃん。降ろして。やめて、やめて。暴れないよ。アウト。平田にはね、それ以外にも、おすすめのね、結構いいスポットが実はあって。うん、お、どんなところですか？一つがね、トラットリー814っていう、あの木綿街道にあるイタリアンのお店なんですけど、ここね、おしゃれでね、うんうん、そう、結構ね、若い方も行って、お料理とかも結構新鮮な素材を使ったサラダとか、こだわってるみたいですね。ストロベリーカフェっていうお店があるんですけど、はい、ここはね、あの平田町民のもう何て言うんですか、憩いの場というかね、夕方から営業されてるので。あ、そうなんだ、うん、じゃあ夜ご飯も食べれるし、そう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 、お酒も飲めるし、みたいな、うん、ちょっと出会いの場にもなる的な感じなんですね。で、もう一軒がですね、あの、はい、木綿街道にこれもあるんですけど、うん、サードバレルブリュワリー、難しい言葉です ね、クラフトビールがここで買えるんですよ。クラフトビール、そうそうそう、平田で作ってるってことですか？平田で作ってる、あの木綿街道のご当地クラフトビール、結構飲みやすくて美味しかったですよ、ね。結構いろんな種類のビールがあるんですか？はいはい、あ、そうなんだ。じゃあなんかちょっと飲み比べたりとか。いいね。ねえ、ぜひしてみていただければ、ね、わあ、いいな、思います。はい、ゆかさん、こちらがですね、もう平田のね、ここもう名店ですよ、ここ和菓子ところ、もう岡本堂。入る前からもう美味しい、ね、あ、もう美味しい、もう美味しい、もう美味しいでしょ、もう美味しい、もう分かってる、はい、こんにちは。こんにちは。かなりもう市外からもお客さんが来る、あ、そんなに有名な人気の和菓子どころさん。あ、そうなんですね。で、今の時期ね、はい、1月から春先の4月ぐらいまで、この桜餅が期間限定で毎年出て、桜餅、うん、バラ売りでもね、うん、あの買えるっていうことで、そうなんだ。バラ売りで買えちゃいますからね。さあ、じゃあ食べたい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 待ちなよ、落ち着いて落ち着いてよ、食べたい、食わしてください、待ちなって待ちなって、ほら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 、めっちゃいい香りだぜ、めっちゃいい、いい匂い。これが伝説の桜餅。いいよ、いいですか、いただきます。おいしい、おいしい。あ、皮が薄くてもっちもちしてる、あんこね、あっさりしてる、あっさりしてる、うん、甘すぎず、でもこの、あの桜のこの葉、桜じゃないね、この葉っぱがいい塩味加減、塩味加減。じゃあ僕も早速。うん、桜吹雪、桜吹雪ですよ。うわ、本当に、うわ、飛ぶ飛ぶ飛ぶ、まさ飛ぶ、まさ飛
飛ぶまさって何だ、ごめんなさい。違うわ。まあまあ、ありがとうって言っとくよ。ごめんなさい。はい、じゃあゆうかさん、今ですね、こちら、木綿街道の方ね、来てますけれども。木綿街道。この木綿街道ね、これ、平田きっての観光地というか、散策スポットなので、ちょっとこうゆっくりね、歩いてみたいなと思いますけれども。なんで木綿街道って言うんですか？ありがとうございます。よくぞ聞いていただいて。まずはお礼を言わせてください。いや、それほどでも、はい。この木綿街道っていうところはですね、木綿の生産が盛んだった、栽培が盛んだった地域から木綿街道と呼ばれてます。蚕を飼ってたってことですか？はい、はい、いや、それほどでも。あ、ベアさん見てください、ポストがある。素敵。こういうポスト見ないですよね、なかなか。素敵、なかなか見ないですね。ここは絵はがき屋さんなんですか？絵はがき屋さん。え、いいんだ。え、入っていいんだ。絵はがき屋さん、ここは。あ、販売もしてるんですね。販売してるんだよ、これ。これ、木綿街道の風景の絵はがきとか、なんか外国の風景っぽい絵はがきなんかも、ね、こう気に入ったやつを選んで自分でお金を入れて買えるシステムなんです ね、うん、いいね。ちょっとじゃあこれ書いていいのかな、これ。じゃあちょっと、ラズラ TV が来た証、ちょっとやっぱいい？いいですよ、書いておいて。やっぱりはい、うん、よし、どうですか？合ってるこれ？わかんないです。あの、来た証です。どうします？これ誰かがちぎって持って帰ったら、うん、ああ、それはちょっとすぐあの警察の方に、はい、いやいや、むしろこれが欲しいって言ってたら光栄じゃないですか。こんなクソみたい。ありがとうございます、皆さん。いや、でも面白いね、これ。なんか道の途中でこういうね、無料で気軽にね、入れるところ、面白いですね。ここは、あ、ここはあれですね、うん、酒餅だ、本店。へー、日本酒発祥の地、島根。そうですよね。お醤油がいっぱい並んでる。ほら、ほらほら、醤油ソフトクリーム。おー、ね、ここで皆さん提供できる。みたらし団子あるじゃん。うわ、おいしそう。食べたいな、ちょっと。みたらし。いいですか？じゃあちょっといただきました。ちょっといただこう、これ。めっちゃ美味しそう。すごい醤油のいい香りがする。ホクホクしてるじゃん、これ。これが持田醤油さんの、持田醤油の醤油を使った団子、みたらし団子、うん、イメージよりね、なんかちょっと大きい。大きいな、ね、確かに大きいね。一粒が大きいんですよ、うん、いただきます。一口でいっちゃおう。うん、うん。うん、おいしい。うん、おいしい。おいしい。思ったよりもね、団子がすごい柔らかくて、うん、でね、また持田醤油のお醤油の香ばしさが出てる。たまらない。竹の皮がまたおしゃれですね。全く、もうほら、うん、しっかり染み込んでね、え、うんうん、ねえ、もう積極的に。じゃあいただきますね、これ醤油味。めっちゃうまい。だんだんこうじわっと醤油の塩気とかがこう香りとかがこう口の中に広がるような感じ で、僕も久しぶりにこういうまともな食レポをするので、ちょっと慣れないところがありますけど、うん、十分伝わります。伝わる。ちょっと食べないでよ、ちょっと。じゃあいただきます。もう一回戻してて。お、うん。もう一回やろうとしてる。歴史を感じる、すごく。あ、うん、これなんで木綿街道、うん、ごめんね。さっきのでいいや。ここあの平田駅前ですけれども、駅前の通りですけど、ここね、うん、駅前のちょっとおしゃれな、うん、こじんまりとしながらもうちょっとおしゃれなお店。うん、これはおしゃれ、ニコニ、なんかもうおしゃれですもんね。うん、そうです ね、 感がね、新しい感じの。そうそう、ちょっと早速、こんにちは。こんにちは。
週替わりランチとかいろいろありますけど、ゆかさん何しますか。何にしようかな。ハンバーグランチにしようかな。ハンバーグランチ、はい、あります。じゃあ僕カレーで、はい、カツ、うん、来ましたよ。来ましたね、すごい。美味しそう。はい、私です。うー、いやーすごい。これはうまそう。うまそう。ハンバーグ。これすごいですね。すごいね。ハンバーグの厚みが。厚いな。あ、ありがとうございます。美味しそう。ここはね、あの家庭的なね、うん、味わいの料理がいつでも楽しめる。どうですか？うん、うまい。全然辛くない。あ、辛くない、ね。食べやすい。うん。へえ。しっかり甘さがあって、とろみがあって、うん、辛いの苦手な人、これおすすめですね。わ、うん、あ、いいな、うん。味までほっこり できる感じで。肉が詰まってる。いただきます。美味しい。うん、うん、しっかり肉汁もあって、うん、ジューシーで、うん、本当に美味しいですよ。そうだな、うん、そうだな。いやー、どうでしたゆかさん今日は。平田って言われてパッと何があるって答えられなかったんですけど、うん、こうやって平田巡りをすると、うん、いいところいっぱいありますね。いや、そうですよね、うん、今日木綿街道も行ったし、うんうんうん、あと愛宕山公園もね、うん、行きましたし、あ、よかった、可愛い動物たちが無料で見れて、うん、町内ねゆっくりドライブもしたし、うん、結構やっぱりね、やっぱこういう食堂とかもそうですけどね、やっぱこう結構ゆっくり歩いてみたりね、うん、すると結構なんかちょっと、あ、こんなお店あったんだみたいなね、うん、新しい発見が結構楽しめたなっていうところがあってね、うん、ぜひね、皆さんもちょっとゆっくり木綿街道ね散歩してみたり、町内ドライブしてみたり、ちょっとこうねリフレッシュがてら立ち寄ってみてはいかがでしょうか。